イムズ。皆さんこんにちは。惑星タイムズのお時間です。10月9日。運営がユーザーからの様々な質問に答える Q&A を公開。今回はその中の気になる質問をいくつか見ていくことにします。まずは一つ目。中距離ミサイルと飛行速度が高速化し続けるジェットの追加により、RB の戦場が以前に増して窮屈になっています。これに対して対処する予定はありますか？という質問に対して、はい。私たちはすでに高ランクの戦闘エリアを拡大しており、今後も必要に応じて拡大していく予定です。との回答を示しました。次の質問へ行きましょう。戦車のみが参加できる常設モードがないのはなぜですか？という質問に対して、ボーサンダーの主な特徴の一つである、異なる種類の兵器を一つのバトルに投入できるというものは、単なる戦車戦よりも面白いと私たちは考えています。加えて、ゲームには多くのモードがあるため、常設的に別の種類の戦車戦を追加することは、私たちからすると意味がありません。との返答、どうやら運営さんは戦車が空から襲われるのがお好きな様子。続きまして3つ目の質問、暗視装置をアンロックしていないプレイヤーが、野戦のマッチに参加することがあります。これらのプレイヤーは、すでに暗視装置を所有しているプレイヤーには叶いません。暗視装置をアンロックしていない兵器を使用するプレイヤーが野戦に参加するのを制限する計画はありますか？という質問に対して、そのような計画はありません。しかし私たちは、常に快晴かつ月明かりがある状態で野戦が行われるように、天候と昼夜の時間帯を再構成しました。また、将来的に照明弾を実装する可能性もあります。との回答を確認、今までは暗視装置がないのにもかかわらず暗闇に放り投げられるという状況が頻発していましたが、これで少しは改善するかもしれません。他にも色々質問などがありますが、今回はここまで。運営へ質問したい方や他の質問への回答を見たい方は公式サイトまで。続いてのニュースです。10月14日、外人社のスーパーコンピューターによって導き出された 1.101.1.12 という新たなバージョン数。2020年現在の科学技術ではなぜその数値になったのか不明。解析は困難を極めています。アップデート内容に関しては、ベレズニアクイサ F のプチ強化やサイドワインダーの照準円のバグ修正など小さなものでしたが、そんなことなどどうでもよくなるほどにバージョン番号が気になるアップデートでした。以上が本日のニュースとなります。それでは皆さん次回の惑星タイムズでお会いしましょう。さようなら。